抱きしめられたし、キスされたよね。もしかして付き合っちゃったりとか。って、いやいや、浮かれるな。私、麻生くんから何も連絡来てないし。ないない。ん、連絡先交換したっけ。ああ、次の日、またすぐ会えると思ってたのに、こういう時に限って。そのまた次の日、麻生くんが見つからない。ゆゆゆ、はあ、いた。麻生くん、どこから出てきたの。響きのこと探してた。元気だね。ふん、うん、この後暇、飯食い行こう。ご注文お伺いします。はい、響きからいいよ。あ、私カルボナーラで。俺はオムライスとカレーとカツサンドとうどんで。かしこまりました。麻生くん、そんなに食べるの。ん、あ、うん、響きってさ、おしゃれだよね。いつも服違う。え、いや、そんなことは。でも服とか靴は好きだと思う。メンズライクなのばっかりだけど。そうなんだ、いいじゃん。メンズライク絶対似合っちゃうじゃん。天才、毎月買ったりすんの。ワンピースとか持ってねえの。ヒールとか履いたら。う、恋愛したいならそういう努力しなよ。麻生くん、絶対こういうこと言わないんだよな。うん、今はね、このスニーカー買おうと思ってるんだけど、どっちがいいかなって悩んでるんだ。へえ、どれどれ、見せて。どっちも可愛い、似合いそう。わあ、しっかい。ん、可愛いよね。だから余計選べなくて、目見れない。どうしよう。なに、響き。なに、なんでそっぽ向いてんの。寂しいんですけど。向いてないよ。お待たせしました。響きってさ、地元ここらへん。お、うん。マジ、俺も都内なんよね。高校どこだった。山田。麻生くんは。俺は佐々木。佐々木って、すっごい頭いいとこだよね。ああ、いや、あっとこっち見た。う、絶対こいつ頭悪そうなのにとか思ったっしょ。いや、そんなことは。ああ、図星だな。ごめん、思った。そしたら今は、田花で一人暮らししてるの。そう、まあ追い出されたに近いかな。いいね、お花ランド近い。それがさ、俺人生で一回も行ったことないんだよね。え、嘘、楽しいよ。マジ、じゃあ響き案内してよ。え、それって私と一緒にってこと。ん、うん、デート。デート、そう。デート、行こう。俺さ、あそこのアイス食いたい。一緒に食べよ。うん、麻生くんとデート。響きこぼしてるよ。